ばあちゃん。予想される津波の高さは10メートル以上となっています。予想される津波の高さは10メートル以上となっています。今現在、海岸や川の河口付近に初めてだね。直ちに、高台に逃げてください。安全な高台に避難するようにしてください。裸足でそのまま逃げて、そこからもう時間は止まりました。その時にもう一番に願ったことは、牛小屋だけは潰さないでくれっていうことでした。もう本当に祈りました。でも牛小屋はまあ潰れなかったけども、牛はねもう本当にもう前に飛び出した牛もいました。それで停電になって、ああどうしよう、乳搾り、もう毎日天気来るまで手搾り、二人でもう無我夢中でした。でラジオを聴こうと思っても電池を買うにももうみんな買って売り切れで、情報が何にもなかったんですよ。それでやっとあの電気が来てテレビを見てびっくりしました。それでもうこれはもう放射能だからどうしようもない、ね、とてもじゃないですけど、飯舘村、これだけの230平方キロの村が掃除機で掃除するようなわけにはいかないんです。この放射能は奈良原を浮いてもひまわりを浮いても1年に1回しか咲かないんです。それでどれだけのセシウムが吸収されるんですか。土を入れ替えても山の土まで入れ替えるってくれるんですか。必ず水は下に流れてきます。山から流されます。そういう話です。これで、いわく神野の村長がいわくね、あのおのものや危ない人はおのものがこの子供連れて行ってくださいと、支援したってどこさえたって家の場所がどこにあるわけ。まああのあの世にも言えばここは愛知とこういうわけにはいかないんじゃないかと思います。この放射能ということをこの理解している人というのは何人いますか。あの冷えたてという臭い図鑑になれば、草ぐらいのところにこのくらいの考えですよ。チェルノブイリの原発から放出された放射性物質の量は、長崎、広島に落とされた原爆の800倍だそうです。第一原発は4基爆発したわけですね。その4基の放射線量はチェノブイリの10分の1ぐらいだそうです。原爆の800倍がチェノブイリの放射能であるとすれば、1割であれば原爆が80個この事故によって起こされたということになるんだろうと思います。福島第一原発では一時400ミリシーベルトという放射線が観測されているんですが、この値についてはどう見たらいいんでしょうか。解説をお願いできますか。My grandma'sBug is bent like 60 or 90 degree. 健康のために赤い砂糖を使います。はい、私のおばあちゃんの腰がこんなに曲がっております。でも元気です。でも元気です。
長野ばあちゃんずした岸屋娘、うん、その、ウリ、オッケー、カモン、カモン、カモン、くちゃい。これから農業は、私たちの農業はどうなっていくんでしょうか。どうなっていくんでしょうか。心配ですが、家族の愛で、家族の絆で。これも長続き YouTube。頑張っていきたいと思います。福島。今とんでもない状況になってますけども、これから家族で農業を続けていきたいと思いますので、皆さんこれからお願いします。頑張ります。はい。ウィー福島、ウィーラブ福島、ウィーラブ福島で頑張ります。